全てにもバント講座もしました。ちょっとどう思うって聞いたら、岡崎さんねグローブこう正面向けすぎだから、大久保コーチがやるって言って、ちなみに俺の方が年上だよね。はい。いや俺今話してて思い出したんだけどさ、はい、昔ねそうさっきそうここのグラブの、まあはい、ポケットっていうか、はい、バットで言えば芯だよね、はい、ここで取るっていうところを早く見せて、はい、早く見せて地面にグローブつけて、はい、取れって、はい、ずっと指導されてて、はい、俺がサード守ってて河合コーチがショートで、はい、俺がなん守備にもこうなんていうのスランプみたいなもんってあるじゃん、はい、なんか合わねえみたいな、ありますね、その時にちょっと相談したの思い出して、はい、ちょっとどう思うって聞いたら、はい、岡崎さんねグローブこう正面向けすぎだから、親指の方をボールに向けてこういう風な形で入っていって、はい、最後にパッて面を見せた方がいいですよって教えてってくれたって俺が聞いてね、はい、質問して答えてくれたのがそういうことだった、はいはい、今思い出したんだけど、それからこうやってあんまり早くこう確かにこうやったら肩に力が入るか な,、はい、なあんまりその時教わったのは早めにこう見せろって、もうずっとこうやってたのね、まあ、そうですね、よく言われますもんね、この面を早く見せろ。俺正直だからさ、はい、正直素直だから言われたことを今日聞いてたそうしたらいやもうちょっとこうじゃなくて、岡崎さん親指をこう、はい、こうですよ、こう言って最後にパッて出した方がいいですよって、はい、うん、教えてもらったことを今思い出したんだけど、はい、そういうことよね。そうですね、ちょっとなんかどこにポイントを置くかによってちょっとしたことで変わると思います。ですから今こういうもう平らなその面のやつでやってるんですけど、ずっとこうやってやりすぎるとですね、うん、肘がこういうふうに内側に入ってロックされるわけですよ、うんうんうん、こうなると身動きが取れないので、これぐらいのイメージでこう行きながら面は見せるんです、最終的には見せるんですけど、ずっとこうやってやってると手が動かないんですね、うんうんうん、ちょっとこれぐらいにやってポッとこういうふうに最後こういうふうに、こういうふうに出すと手っていくらでもこういう動きができるんですよ。だからこういう懐があった方が前で取ろうと思ってこういくけど、イレギュラーしてこうっていうのはいくらでもできるわけです。ただずっとこうやってやっててこう動かなくなるんですね。例えばポンと跳ねたら顔が当たってしまう。そうだけどこうやってやっていこうと思って跳ねたらパッとこういうふうに手が出るので、結局こういうキャッチボールの時ってこういう動きじゃないですか。そうですね、こう動きながらそれがそのまんまこう下に来ると絶対顔の前にこうグラブが来る。なるほどね、はい、ここでいつもキャッチボールってこう取る人いないじゃないですか、うんうん、だけど得てしてゴロの時にこういう形で取ったりするケースが結構あるので、こうなる時あるの、はい、だからそれでもこういうふうにこういう位置でする、こういう位置にするっていう方がやっぱり確率が僕は上がるかなと思うので、手の使い方って最終的にやっぱ手で取る、はい、打つのも手で、はい、手っていうのが一番自由にね、はい、動く、そうですね、その部位だから、はい、でも確かにこう立った時に自然体ってこう親指が前だもんね、はい、こうやって立ってる人とこうやって立ってる人、ね、こうやってやってる人いないんで、こうだもんね、こうなるのであくまで自然体でいった方がいいってことね、はいはい、うん、でこう例えば最初構えの時って多分みんなこうなってると思うんですよね、うんうん、はい、多分こうやって守ってる人いないと思うんで、うん、こうやっていきながら最後早めにこう出すっていうイメージだと思うので、うーん、はい、なので僕は意識したのはどっちかというとこう入れてました。こうね、はい、どっちかというと、おお、逆だよね、はい、こうやってやってるともう受け身になって弱い筋肉が全部こう表に出てしまうので、こうか、はい、瞬発系がちょっとなくなる感じがあるのでこうですね、どっちかというと内側に絞るみたいな感じ、はい、そうです、まあここまでいかないですけど、うんうん、こうしてた方が瞬間的にはパッと動ける可能性があるのでこう出やすいです。確かにこうだったらもう外にこういっちゃってるもんね、はい、こう内側に入ってるもんね、はい、犬とか猫が気を許した時の格好です。あ、気を許した時のこういうやつね、はい、どうぞって多分気を許しちゃいけないんだ、あの時に瞬発的に何か犬とか動けないと動けない動けない、はい、必ずなんか、うん、動物が獲物を襲う時っていうのは、うん、例えばヒョウとかライオンとか、うんうん、ああいう系統は何かを狙うときってこうしてるはずなんです。
なるほどね、ちょっと丸まってですか、うん、なるほどね、丸まってこういう状態でじっと待ってると思うんですね、うんうんうん、で隙ができた時に一瞬でここから飛び出す、うん、なるほど、獲物を狙う時にこうやってやってるライオン絶対いないと思うので、ね、こうだと思うんですよね、うん、その方が瞬発的に動ける、うん、だから守備の時のどっちかとこう行きながらパッと最後にこうってこう行きながらこう、はい、こう行きながらこうね、はい、はあ、現役の時に教えてもらいたかったなあとやっぱりチームバッティング、はい、やっぱり得点力っていうのが一番大事だと思う、はい、そうですね、得点力、はい、それはワンマンがもうフリーに打って打っててボン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 ヒット打ったらホームラン打ったら、はい、すりゃいいだろうけどなかなかそういうわけにいかなくて、はい、そうですね、やっぱり右打ちとかエンドランとか送りバントとかマスクイズとか儀比とか、はい、そういうものを含めて点ってやっぱ取っていかないといけない中 で、ね、やっぱその辺が正直できてなかったと思う、はい、そうですね、うん、今回大久保コーチが来てですね、うん、その今ちょっと選手たちに15項目の、まあ、バントから進塁打、うん、例えばセカンドゴロ打ちなさい、ショートゴロ打ちなさい、外野フライ打ちなさいっていう15項目の、メニューを今選手たちに毎日与えて、これを1から15まで連続で成功しないとダメっていう、途中で失敗するとまた1へ戻るっていう練習をやってるんですね、うん、はい、なので僕はすごくやりやすくなりました。指導がしやすいなと思います。うんうんうん、はい、そうね、僕以外例えば今までも、まあ、岡崎さんがヘッドコーチやられてる時に、うん、僕が二軍監督でいる時にも、うん、キャンプの初日にバントの講座をって言われたことあったじゃないですか。お願いしに行きましたね、はい、バント教えてください、ね、そうそうそう、俺できねえんで、はい、であれ結構毎年キャンプの初日とかに続けてたんですよ、うん、そうそうそう、でそうやってやってるんですけど、なかなかシーズン中に本当は僕が一軍行って一軍選手に指導ってなかなかできないことじゃないですか、うん、なので今回に関してはその大久保コーチが来てそれを大久保コーチがやるって言って、うん、言ってやり始めてるんですね、うんうん、決して僕がバントのことをやるって言って言ってるわけじゃなくて、大久保コーチはもともと西武のコーチやってる時からそういうことをやってたんですよ、うん、なのでそこに僕がバントのこととかをアドバイスするっていうのはすごく、うん、まあ、僕自身もやりやすいしやりがいがある。今年もファームの選手たちにはその、ピッチャー陣とかにも 1,2,3 の全てにもバント講座もしました、うん、だけどなかなかそのシーズン中にその野手みんな集めてやるってことなかなかできませんし、うんうん、ましてや自分の選手たちになかなか行って指導できないので、で今回はそういうことをバッティングコーチがやろうって言ってくれたことで、うん、僕は指導がすごくしやすくなりましたね。まあ、ある意味バッティングコーチがそれをやるっていうのは当たり前だよね。得点を上げるために、はい、その打撃部門を任されているわけだから、ただこうホームがどうだ、うん、ホームラン打てっていうのがバッティングコーチじゃないから、はい、そうですね、デーブ一見そうやって豪快なイメージあるけど、はい、そういう細かいことも結構やる。いやいや本当そうなんですよ。うん、だから西武のバッティングコーチを彼やってる時に、うん、時々夜電話がかかってきてですね、僕に、ちょっとバントのことで聞きたいんですけどとかって電話何回かかかってきたことあって、うん、で今日失敗した選手のその話をしてどうやったらいいですかねとかってよく聞い電話してきたんですよ。うん、で時々選手にちょっと変わってなんか一言言ってもらっていいですかとか言って、へー、電話かかってきたこと何回かあったんで、うんうんうん、いやなかなか熱心に聞いてくるなと思って、はい、まあ、結構細かいこともやるんだよね、はい、うん、なので、まあ、僕もだからそこにうまいことこうくっついていきながらいろんなアドバイスがすごくしやすくなったなと思いますね。うん、はい、方向性がちゃんとそうだね、してるんで方向性と意識づけ、はい、さっき守備でもそうだと思うけど、はい、何かを意識しながらやるのと何も考えないでやるのじゃ、はい、ね、えらい違うしね、違いますからね、うん、はい、1軍っていうのと2軍っていうのと、2軍はやっぱり教えなきゃいけない、はい、1軍はもうある程度できてるから、うんうん、その教えるっていうよりもコンディショニングであったりとか、はい、そういう、こう役割が多いんだっていう風なイメージの中で、いや一軍もやっぱ教えることもあるぞ、うんうん、教えなきゃいけないって監督に、はい、ただ教えれるコーチが、うん、まあ、デーブであったり、
可愛いコーチであったり、だからやっぱ技術を教えるコーチが必要だったんで、もう今回ちょっと入ってもらったんだみたいな話をしてて、はい、だからもううってつけの、ね、守備でも、はい、本当にチームのウィークポイントを埋めるピースが可愛いコーチだと思うんで、はい、ぜひ、存分に遠慮しないでやってもらえ、あとはもう全部出してやってもらえ、継続して、うん、できるかどうかだと思いますので、選手も継続してできるかどうか、うん、僕自身もそこを、うん、彼たちの手伝いをね、うん、毎日、うん、やろうと思ってますし、いやもう継続することに関しては河合コーチの右に出る者はいないっていうのは分かってるから、まあ、どれだけ若い選手に体力がついていくか、まあ、体力的なものはちょっとね、はいはい、だからもう俺たちもいい年になってくるね、はい、選手負けないようにと思ってるんで。ちなみに俺の方が年上だよね。はい、そうです。みんな俺の方が年下だと思って。いやいやいや、若い頃から。いや、やっと僕年相になってきた。まあ18歳の時から、18歳の時から駒田さんにもよく言われますよ。なんて？いやいや、もう18歳の時から変わんねえみたいなことをよく言われるんで、僕も。いや、本当変わらない。年取らない。ある意味年取らないよね。はい。いや、だからもう駒田さんも随分僕も。駒田もだって若い時からそうだね。はい。駒田もあんまり雰囲気変わってないですよ。後半の美少年だった人はだんだんおじいさんになっていくけど、駒田も若い時からあんまり変わらない。いやいや、僕も駒田さんが荒川道場、荒川さんの道場に通ってる時からよく車に乗せていただいて、昔の後楽園ね、寮から通ってたんですよ。僕いつも駒田さんと一緒だったんですよ。で、行きは乗せて行っていただけて、帰りは駒田さんそのまま荒川道場へ夜行くんで、僕は別便で帰ってたわけですね。あの時の駒田さんよく隣でよく話してたんで、もう何年ぶりですか、40年近くぶりでしょう。何が今年一緒に仕事を駒田さんと。40年は経ってないじゃない。いや、一番30ぐらいまで一緒にやってない。いや、やりました。40年ぶりだったら70歳になっちゃう。そうですね、そうですね。だから30年ぶりぐらいかも。いや、コマジャンス戻ってきたのだって30年ぶりぐらいじゃない。28年ぶりかなんか言ってましたよね、確か。あ、そうなんだっけ。はい。あ、でもそうやって昔の、まあ俺は今ジャイアンツにいるわけじゃないけど、はい、昔のメンバーがこう、昔のメンバーっていうかな、一緒にやってたメンバーが、いやー懐かしいなと思いながら、こうどん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 なっていって、駒田がいて、はい、河合がいて、まあ、水野なんかもフロントにいて、はい、吉村もね。駒田さんと の岡崎さんの YouTube チャンネル見ましたよ。駒田の、駒田さんが最初のゲストですもんね。そうですあれで最初から全部見ました、僕。本当、はい、ちゃんとチェックしてましたから。何をチェックしてる。何のいやいやこれ一番怖いんですけど。いやいや、チェックしてたっていうか、ちゃんと見てましたから。ああ、はい、面白いなと思いながら、いや同じ、まあもちろん岡崎さん3つ先輩で、駒田さん2つ先輩でですけど、まあ同じぐらいの時に入って、その80年代90年代をね、うん、共に戦った人たちなので、すごくこう話が、いやね、その後は原監督がね、はい、駒田じゃダメでしょって、駒田でいいのかって、俺でしょって言われて、マジですかって言って、原監督が3月ぐらいからかな、はい、出てくれるようになって、はい、1回じゃなくてもう定期的に俺いいよみたいな感じで、はい、こう毎月みたいに出てくれてて、はい、で夏頃かな、コーチとか選手にも話聞けばどうだって言われたんだけど、でもシーズン中に、はい、監督がまあ出ていただいてるのに、うん、コーチとか選手というわけにいかないです、はい、それはちょっと僕もそこまで調子に乗れません、はい、まあ、シーズンオフになったらって言ってるところで、今回河合コーチがコーチになったから、はいはい、コーチとして初めてちょっと話聞きたいなと思って。 ありがとうございます。デーブとか、阿波野とか、はいはい、鈴木孝弘は今年 YouTube 出てくれた、はい、その人たちがみんな今年今日コーチになったから、ね、もうこの俺の YouTube に出たら巨人のコーチになれると思って、もう殺到してんのよ、みんな俺も出してくれって言って、もう大変なのよ。いやいや、まあ待ってそういうわけじゃないですか。いや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 、本当はもう昔話をねもっとやりたいんだけど、はい、まあでも一緒にやった同じ年代にやった人なんでね、はい、まあ、河合コーチには原監督に引き続き定期的に出てます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。